ブラックサンが崩壊して以来、私の記憶も崩れかけている。向こうで時を過ごしすぎたせい、どんどん記憶が蝕まれて、残されたものを消し去る。さまざまな記憶が絡み合い、ゆっくりと自然崩壊し、夢のように儚く色あせていく。時間の感覚が薄れていく。もう何がいつ起こったのかすら覚えていない。全てがいっぺんに頭の中で再生される。まるで同じ映画を何度も何度も繰り返し見るみたいに、無秩序な混沌とした映像。もうずっと寝ずに書き続けている。自分の人生を書き留めるために。もし忘れたとしても、このページが記憶になる。事件発生から3ヶ月の今もなお調査は続いています。ペンタゴンの軍事基地内で発生し、283名もの命が奪われた事件の原因究明を進めています。これに対し政府代表は、事件解明のため捜査当局の協力を仰ぎ、調査を進めていることを明らかにしました。 CIA はまだ干渉してこない。新しいコンデンサーを作るのに忙しくて、それどころじゃないらしい。彼らが実験を放棄することなどありえない。向こう側のことを知った今となっては、正直どうでもいい。今は自分の人生を立て直さなきゃ。エイデンなしの人生を。思い出せる限り、いつも彼なしの生活を夢見ていた。もう彼は以前のように私の横にはいない。望んだ通りに。なのに悲しい気持ちで満たされている。まるで体の一部をなくしたみたいに、一日中泣いてる。馬鹿げてるけど、でもエイデンに会いたい。会いたいのはエイデンだけじゃない。ライアンが死に、どれだけ愛していたか気づいた。今ならネイさんの気持ちがわかる。もう二度とその腕に抱かれることはないと思うと辛い。何ヶ月も無の時が過ぎ去っていった。そして目覚めた。今がその時だと。また始めよう、新しい人生を。分かってた。心の奥底でいつも分かってた。ただ周りに静寂が欲しかっただけ。自分の気持ちを知るために。あんなことを経験して普通の生活になんか戻れない。それに普通の生活なんてつまらない。彼氏に仕事、次の休みを心待ちにする生活。ずっと憧れていたけれど、でもようやくそんな生活は求めてないと気づいた。だから旅立った。たくさん向こうへの裂け目を見てきた。何百もそこいら中で。
奇妙な現象の起こる家。誰も二度と泊まりたがらないモーテルの部屋。霊は至る所にいる。家に住み着き、そしてベッドで眠る。私たちの周りにいる。どんな時でも暗い影に身を潜めている。ずっと会いたかったんだよ。夜になると現れる。恐ろしい奴らが。これは悪夢だと言い聞かせるけれど、現実だって分かってる。一度開いたパンドラの箱は二度と閉じることはない。そう、悪夢なんかじゃない。それはこれから起こること。もう二度も死んでいる。だから死ぬことなんて怖くない。